んにちは。オルアットワンストです。本日はですね、ちょっと特別企画ということで、書いてある通りですよ。絵で歌を伝えろ。ああ、画伯じゃん。いや、最近上手くなってきてるから。何言うとんねん。だからもう今から絵を描いてですね、その描いてる絵で、これは何の曲を表しているのか。ああ、はいはいはい。何の曲なのか。まあそう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 。をやってもらいます。はい、まあちょっと軽くルール説明だけ。ちょっとじゃあ簡単に1個やってよ。1個簡単に1個やっていいよ。簡単、もうそれが一番早い説明としては。まあこういうことですよ。これね。これね。こういうことよ。これが1個ね。そう、これ1個。これは何の。で、何の曲を表してるのか。これわかりますか、ハプリちゃん。蹴る戻す。なんで？蹴る戻す。はい。ということは？ってことは？キックバック。そうそうそう。そう。これをお互いだから5問ずつ。あまりにも難易度が高すぎるだろ。これちなみに難易度1ぐらい。あまりにも高すぎる。蹴って戻してない。この感じね。そう、これも多分掴めたから。そう、掴めたでしょ。これだからお互い5問ずつ。5問ずつ。で、制限時間確保は3分以内です。3分以内に全部書く。全部5問書く。そう5問書く。で書けなかったらもうそこで終わり。途中で終わり。はい、わかりました。で3分以内に書いてどちらが多く正解できるかを競っていきたいと思います。レッツゴー。結構わかりやすいと思ったけど。どこがや。先ここを決めよう。最初はグー。待って、勝った方が選ぶ。あ、選ぶですか。最初はグー。じゃあ結構。じゃあ俺最初答えるわ。歌を答えます。絵で歌を伝えろゲームスタート。5秒。意外とどんな曲書いてくるか分かんないからね。お互い普段聴いてる曲のジャンルは別々なので、ね、何の曲が来るか。僕の予想では成田のことだからアニソンは1曲入ってると思うんですが、どのアニソンなのかってとこよね。めっちゃ真剣に静かに書いてますね。2分。さあ1分経ったよ。これ結構早いぞ。これ今何問ぐらいかけてんの。もう3問かけた。あ、すごいぞ。まだ1分50秒あるよ。順調にいってそうな雰囲気を醸し出していますが、笑ってるやん。残り1分。結構書いてる音聞こえるな。これなんですよ。残り10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、止めて。はい、ということで3分経ちました。 OK なりと。じゃあせーので振り返ってもらって。はい、せーの。はい。いや俺これでも多分何問かはすぐ分かる。結構ね分かりやすいのは入れたつもりなの。あれちょっと待って。はい、俺だからうまいと思うんだよねこれ。いやもう分かんないな。これ多分結構うまいぞこれ。分かるやつから答えてた方がいいかな。あ、でも順番に言うと気持ちいいけど、とりあえず分かるやつ。じゃあ答えますね。はい、まず1問目。1問目。はい、はい、じゃあ歌って答えますよ。はい、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ。レモンです。これはレモンですよ。もう誰が見ても分かるレモン。そうなんだ。これ誰が見ても分かるレモン。分かる。誰が見ても分かる。2番目。何これ。踊ってる観客いる。これこっちから何ももう言えない。そう、ダメ。もう言っちゃいけない。ダメ。言っちゃダメ。3問目主流なんでしょ。あっ、んじゃあ2問目1回飛ばしますね。3問目手榴弾、手榴弾合ってるからいきますよ。3問目ダイナマイトナイハー。違うよ違うってえ違うって手榴弾や。違うそれだったら俺ダイナマイト書くもん。ダイナマイトってどうやって書くの？ちなみにダイナマイト書くでしょ、うん、ああまあそっか、こんな感じで書く。分からんけどなそれでも。えちょっと待って、まあ一旦全部答えるか。じゃあ2番もいくわ。2番はいいきますよ、はい。誰も亀を奪われてくる。あ、そういうことか。あ、そうなるか。違います。わ、違った。違います。あ、そうなるのか。4番目。確かにな。4番目もいきますね。はい。君の相葉がドキュドキュ走り出す。合ってる？合ってる。これ馬ぴより伝説。馬ぴより伝説ね。俺5番、多分5番が一番すごい。これうまいよね俺。え多分いくよ。流れるミュージカル。違うよ。えなんでそうなるんだよ。月向かってるよ。違うって。じゃあ間違えたのここね。あじゃあ俺あま3番間違えたよね。はい俺じゃあ2ポイント。じゃあちょっと正解発表まずこれ。はい。いつだって大丈夫この世界はダンスホールで。ダンス踊ってるのをちゃんと見るべきやった。ダンスホール。はい。でこれ手榴弾って言ったじゃん。手榴弾。じゃ言い方変えてみて。え？手榴弾の別の言い方ある？ボン。えもう分からん。手榴弾って英語でなんていう？あ、わかんないかも。え、何？全然わからん。よくやるじゃん、こうパブ G とかやってさ、何々投げるよって言うじゃん。あ、グレネード。はい。えっ、もしかしてブルーノマーズのグレネード？その通りです。わかるか。その通りですよ。これしかないやん、グレネードなんて。これしかないやん。あとこれ。うん、いや俺絶対ミッショントゥーザムーンだと。違うって。読み解きな。これ今どういう状況？これ今ここって夜輝いてる。夜うん輝いてる。何してる？走ってる。かけてる。夜にかける。寂しい日々。待ってないとこれもうやって分かったから絶対すごいよ。ということで僕はじゃあ2ポイントですね。2ポイント。成田だから。俺かしうまくいってる。いやでも上手だと思う。割かしうまくいく。グレネード。結構いい線いってる。いい線いってるわ。めちゃくちゃうまい。グレネード。分かったもんね。分かった。まあまあまあ。じゃあ次交代でいってみます。